レッドリベールは日本の競争馬である。2013年に阪神ジュベナイルフィリーズと札幌2歳ステークスを勝ち、JRA 賞最優秀2歳品馬に選出された。6月1日に阪神競馬場の芝1600メートルの2歳新馬戦でクレイグ・ウィリアムズを安城にデビューし、3番手から最後、逃げた馬を差し切ってデビュー戦を飾った。8月31日に 函館競馬場で行われた札幌2歳ステークスは、極悪馬場の中で最後差し切って、重賞初制覇を果たした。そして暮れの阪神ジュベナイルフィリーズは、最後は一番人気に押された、ハープスターや、フォーエバーも後の追い比べとなり、ハープスターに腹させし、GI 制覇となった。安城の戸崎啓太は、JRA 席後初の GI 制覇、管理する菅井直介は、 阪神ジュベナイルフィリーズ連覇となった。また無敗で阪神ジュベナイルフィリーズを優勝したのは2011年のジョアドビーブル以来2年ぶり、札幌2歳ステークス優勝馬が阪神ジュベナイルフィリーズを優勝したのは1995年のビワハイジ以来18年ぶりとなった。また、ステーゴールド3区の品馬としては初の GI 制覇となった。 大花賞トライアルを使わず、大花賞に直行した。レースは一番人気のハープスターよりも前でレースを進めて、最後の直線は一度は先頭に立つも最後は、最後方から追い込んできた、ハープスターに刺されて二着に敗れ、初めて土がついた。大花賞後、陣営はオークスではなく、ウォッカ以来となる、日本ダービーの出走を表明。安状は、 福永祐一が尋を取ることとなった。ダービーの結果次第では、金量面で有利な外線門賞へ挑戦する可能性があることを明かした。しかし、ダービーはいいところなく12着に敗れた。このダービーの結果から外線門賞へは行かず、秋はローズステークスから週刊賞へのローテーションに変更することとなった。そして、秋初戦のローズステークスは直線で伸びきれず、 6着に敗れた。続く、エリザベス女王杯は16着と大敗し3歳シーズンを終えた。4歳以降は惨敗が続き、2016年の札幌記念16着後、左前研修医園が判明。8月31日付で競争馬登録を抹消し、現役を引退した。引退後は、八代大ファームで繁殖品馬となる。 2021年9月13日現在、ありがとうございます。